不思議なコピーマシン。ドラゴンはスーパーロボットに向かって火を吐きました。スーパーロボットは火を避けて空に飛んでいきました。すごい。レディー、うん、おはよう。ルーピーがサンドイッチ作ってくれたの。これよ、みんなで一緒に食べましょう。サンドイッチ頑張って作ったの、お口に合うかしら。さあ、召し上がれ。うわー、おいしい。ルーピー最高。ありがとう、みんな。もう一つ、これ本当に美味しいよ。あ、待って、ボビー、それをちょっと貸してくれない？いいよ。これはとってもすごいコピーマシンなんだ。これでサンドイッチを増やしてあげるよ。とってもすごいコピーマシン。よく見てて、ここにサンドイッチを入れて、よいしょ。よし、さあこれが本物のサンドイッチで、じゃじゃん、こっちが新しいサンドイッチだよ。本当にサンドイッチが2つになりました。サンドイッチが2つになった。ちょっとこんなものさ。グラングラングラン、食べたいって？グラングラン、もちろんまた作ればいいんだから。おや、サンドイッチが消えてしまいましたね。あれ、壊れちゃったのかな。じゃあこれは、ちょっと待って、僕がマシンを直してサンドイッチをたくさん作ってあげるから。本当に直せるのかな。もちろんさ。うん、バイバイ。はあ、みんな帰った。よし、早速直すぞ。これで治ったはずだぞ。もう一度やってみよう。よし、サンドイッチは2つになったけど、よし、成功だ。成功だよ、成功だってば。ロディ、あれ、いない。ロディ、成功だよ。どこにいるんだよ。クロンがエディの家にやってきました。クロンが二人になってしまいました。どこ行ってきたの？どういうことなの？どっちが本物のクロンなんだ？やめて！まさかエディのマシンのせいでこうなったわけ？ポロロはクロンたちを連れてエディの家に行きました。どういうこと？何があったの？クロンが二人いるよ。コピーマシンに入っちゃったらしいんだ。ああ、そういうことなら大丈夫。元に戻すことだって簡単にできるんだから。本当に？さあ、二人とも中に入って。心配しないで、すぐ終わるよ。はい、終わり。どうだ？簡単だろ？1、2、3、4。どういうこと？逆に増えてるじゃん。そうだね、もう一度やってみよう。さあ、4人とも中に入って、早く早く。よし、こうすれば。さあ、今度こそ。よかった、クロンが一人に戻りました。うん、クロン本当によかった。ほら、元に戻せるって言っただろ。ドアが閉まるんだもん、びっくりしたよ。ほんとびっくりだよ。今度はエディが二人になりましたね。
ペティの家が見えますね。今日はペティの家に行ってみましょう。ペティ、僕と遊ぼうよ。もう少しで完成だから、ちょっとだけ待ってて。あれ？ボールだ！にゃお！よいしょ！よっ！よっ！ボールで遊んでただけなんだ。大丈夫だよ、わざとやったわけじゃないんでしょ。ニャオはペティに怒られませんでした。でも申し訳ない気持ちでいっぱいです。ペティ、おはよう。あ、おはよう。入って入って。みんな遊び場にいるみたいだから一緒に行ってみない？行く行く。ニャオ一緒に行かない？いや僕は大丈夫。そう、じゃ行ってくるね。みんなまだいるかな。ペティとルーピーは遊び場に向かいました。よし、よし、これだ。よいしょ。ニャオはペティのためにお掃除を始めました。コシコシコシ、これをこっちに。よし、ふう、あ、よし、本も片付けなくちゃ。よし、よいよよっ。どうしよう。ペティいないのかな。クラン、おい、ペティいないの？誰もいないみたい。あれ、すごく散らかってる。クランクラン、あれはなんだろう。これは足跡みたいだな。大変だ、こっちに来る。逃げよう。クランクラン、クロン、クランクラン。お、ニャオじゃないか。こんなところで何してるの？探し物をしてたんだ。あ、手が汚れてるよ。これは…ニャオはポロロとクロンに正直に話しました。よし、僕たちもお掃除手伝ってあげるよ。ポロロ、クロン、本当にありがとう。よいしょ、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 楽しかった。でも、ポロロいなかったよね。そういえばクロンも。うわ、ペティが戻ってくるぞ。わあ、どうしよう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 。さあ、どうぞ。お、クラン、クラン、クロン来てたの？はよ、クロン。クラン、クラン。話は後で、とりあえず入りましょう。おはよう、今帰ってきたの？ポロロも来てたの？おい、僕と一緒に遊び場に行かない？さっきまで遊び場に行ってたの。疲れたから早く帰りましょう。あれ？おかしいな。すごく綺麗になってる。誰か片付けたのかな？ポロロたちなわけないし。あれ？私こんな絵描いたっけ？本が、にゃお。だからそれがね、うわ、とても可愛いもんよね。本当だ。どうやって作ったの？それは秘密だよ。本当に可愛い。そういえば外で遊んでたからほっぺが熱いわ。どうしたの？なんでもないよ。怒られずに済めばいいですね、ニャオ。よいしょ。クロンの不思議な冒険1。
はい、こんにちは、僕ポビーだよ。今日はとっても面白い本をみんなに読んであげるよ。何の本だと思う？これです、クロンの不思議な冒険。早速始まり始まり。ポンポン森の小屋にはポロロとクロン、そして小さな鳥のハリーが住んでいました。雨降るかとエヴァ日照り続き、旅はつらいけど泣くんじゃないよ。オスだんな泣くんじゃないよ。バンジョー持っててかかえよ。ポロロは転んで大怪我をしてしまいました。ポロロ大丈夫？ポロロ大丈夫？心配しないで、すぐ治るから。あ、よかった、心配したよ。うわあ、なんで痛いの？こすると痛い。慌てたクロンは薬を探してポロロに飲ませました。そして一晩中ポロロの看病をしました。ポロロの怪我を治すためにはもっと薬が必要です。クロンとハリーは薬を手に入れるために魔法使いのエディの家に行きました。クラクラ、どちら様？なんて言ってるんだ？わかりません。友達のポロロが腕を怪我して薬が必要なんです。腕を怪我したって？魔法の薬を飲まないと。でもその薬は僕の家にはないよ。クランクラ、魔法の薬が欲しいのかい？クランクラ、ここにはないし、君たちの力だけでは無理だし。あ、そうだ、ロディならできるかも。ロディを借りたいって、いいよ、その代わりこの鳥は僕がいただく。やっぱりそれは無理だよな。わかった、クラクラ。クロン、ポロロのためなら僕は大丈夫だよ。これでロディを連れて行ってもいいぞ。クロン、さようなら。必ず薬を手に入れて。僕たちは家に入ろうか。ほい。魔法使いの家が消えてしまいました。クロンはロディを連れて家に戻りました。なんだって、魔法使いのエディがハリーを連れて行ったって？クロン、クロン、クロン。ところで薬はどこにあるって？大変、薬がある場所を聞いてなかったですね。君たちよ、もしかして魔法使いの薬を探しているのかい？クラン、クラン、クラン。薬の場所は知っているけど、お腹が空いて思い出せないな。クラン、クラン。ごちそうさま。実はな、あの雲の上に悪い魔法使いのお城があるんじゃが、そのお城に魔法の薬はある。クラン、クラン。もちろんこのままじゃ無理だが、さあよく見ててごらん。はにゃ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 、はっ。これはお城までつながっているんだ。魔法の薬が欲しいならこの階段を登りなさい。クラン、悪い魔法使いから薬を持ってきたら使い方を教えてあげよう。クロンは雲の上にある悪い魔法使いのお城に向かいました。クロンは薬を手に入れることができるのでしょうか？お話の続きはまた次回にしましょう。さようなら。クロンの不思議な冒険2。
はい、こんにちはみんな、ポビーだよ。今日は前回の続きのお話だよ。クロンは階段を上り続けて雲の上に着きました。魔法使いのお城です。ちょっと待って、君があのお城の主よね。クロン、クロン、クロン、違うって。うん、嘘でしょ。早くルーピーを返して。待てお、いや、逃げても無駄よ。クロン、家族でみんな集まって、ゲロゲロカエル歌います、家族でみんな。君は誰だい、何か用なのかな。クランクランクラン、何が言いたいんだ。クラン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 、とりあえず逃げよう。クランクランクラン、クリクリトントントン、クリクリトントントン、かまれ。捕まえた。よくも僕を攻撃したな。クロン、クロンを離して。ルーピーを連れ去ったのにクロンまで、絶対に許さない。僕が連れ去ったってどういうこと。どういうことって、ペティ、どうしてここに。ルーピー閉じ込められたと聞いて助けに来たの。え、閉じ込められてないわ。は、迷子になって困っていたらトントンが助けてくれたの。そのお礼にって歌を教えてあげていたのよ。そうなの、どうしよう。トントン様。何、誤解してました、ごめんなさい。君は何しに来たんだい。クロンはポロロを治せる薬を探していることを伝えました。友達のために来たと。クロン、よし、友達のためだったんなら許してあげよう。はい。クロン、魔法の薬が欲しいって。クロン、クロン、ちょっと待ってて、どこだったっけ。ん、誰だい。隠れてもダメだよ、早く出てきて。やばい逃がさないぞこっそり覗いてたのに、なんで逃げ出すんだい。それは…あれ、この人がルーピーが閉じ込められたって言ってたの。え、そうなの。クラン、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 やめろ。クラン、クラン、クラン、僕だよ。クラン、また会えて嬉しいよ。ところで薬は。この薬のことかな。この薬を飲めば必ず治るよ。さあ。ありがとう。ありがとう。そしてさよなら。さよなら。私たちも帰るね。バイバイ。うん、バイバイ。あの、僕も帰りたいんだけど。君はやることがあるんだ。やること。クロンはトントンからもらった魔法の薬を持って家に帰りました。これが魔法の薬なの。よし。わあ、本当に腕が治ったよ、全然痛くない。クロン、ハリー、ありがとう。どういたしまして。ところで魔法使いのエディはどうなったんでしょう。ちょっと、ルーピーはそんな風に歌わなかったよ。もう一度しっかり。僕は歌が下手なんだ。ではさっきのように動けなくしてあげようか。歌えばいいんだろ。意地悪な魔法使いのエディはずっとずっと歌わされ続けました。お話はこれでおしまい。みんなもお友達が怪我をしたらクロンとハリーのように助けてあげようね。では次回もお楽しみに。バイバイ。みんなでレース。
ポロロたちがソリでレースをしようと集まっています。1番目のチームはポロロとクロン、2番目のチームはトビーとハリー、そして最後のチームはエディとロディ。最後まで頑張ります。僕も。審判はルーピーとペティですね。準備はいいですか？スタート。なかなか先に行くね。それでもまだ2位だよ。もう3位だよ。僕たちも行くぞ。後ろに滑ってるよ。ポビーダイエットしなよ。そうだね。ゴールが見えてきたぞ。行くぞ。行け。やっほー。勝った。僕たちは2位か。悔しい。今から表彰式を始めます。ポロロとクロンが1位です。2位はエディとロディ、そして3位はポビーとハリーです。ポロロ、クロン、おめでとう。ありがとう。エディとロディもおめでとう。ありがとう。ポビーとハリーもおめでとう。ありがとう。さあ、記念写真を撮るからみんな笑ってね。はい、チーズ。はあ、勝つはずだったのに運が悪かったな。運じゃなくて実力だろ。なんだと？とにかく僕の勝ちじゃん。ポロロ、エディ、二人ともやめて。ポロロ、明日もう一回対決だ。よし、受けて立つよ。こうしてポロロたちとエディたちは再びレースをすることになりました。夜、エディの家から何やら音が聞こえてきますね。これならみんなびっくりするだろうな。朝になりました。ポロロたちがレースのために集まっています。エディがいないじゃん。また負けると思って逃げたな。違う。今日はきっと僕の勝ちさ。特別なソリを作ったんだからね。昨日は負けたくせに。昨日は運が悪かっただけなんだ。どうやらすぐにでも始めた方がいいみたい。用意はいい？スタート。まずはエディが先頭です。よし、行け。ポロロがぐんぐん差を広げていきます。ゴールだ。行こう。今だ。よし。どうだ。心配するな。ちゃんと準備してあるさ。もちろんさ。エディのソリは本当にすごいですね。みんな待ってますよ。早く戻ってきてください。
コロロたちが遊びに来ました。おはよう。みんな揃ってどうしたの？エディが新しい発明品を見せてくれるんだって、うんうん、新しい発明品？ペティです。エディ博士の新作発表会に来ています、うん、博士、新しい発明品とは何ですか？それはスーパーロボットです。あれがスーパーロボットですか？はい、そうです。ルーピーさん、早速お願いします。承知いたしました。ではお掃除から始めます。ロボットがお掃除を始めました。本当に珍しいですね。でもこれだけではありません。ロボットの他の技をお見せしましょう。ルーピーさん、今度はギターを弾かせてみます。わあ、本当に演奏してる。ペティさん、踊りませんか？はい。はいはい、ほい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 。エディ、誰だよ？エディ、起きてよ。誰だい？偉大な博士の名を気安く呼ぶやつは。エディ博士？目は覚めたかい？君たち来てたの？ところで、エディ博士って何だい？あ、それ、だから、夢を見てたんだ。夢？夢って何？それは眠りながら見るものなんだけど、ロボットは夢を見られないんだ。エディ、新しい発明品はどこ？早く見せて。うん、あ、そうだ。これだよ。それは何？空を飛べるマシンなんだ。飛べるマシン？翼もないのに？翼で飛ぶわけじゃないから。これはロディのために作ったものなんだ。僕のために？うん。さあ、早速みんなに見せてあげる。よし、できたぞ。これで本当に飛べるの？もちろんだよ。これを押すと飛べるんだ。よし。ここが雲の上だな。え、あれは？君は誰？俺はプララ大王だ。お前は誰だ？じゃあ、びっくりした。何者だ？キャー、うわー、すごい。僕もやる。キャー、キャー、キャー。ああ、ついてくるなよ。うわー、面白い。ロディはどこだろう？お、見つけた！ロディ！ロディ！バラバラ！ナイスキャッチ！ロディ！ロディ！大丈夫？ここは？ロディのお家よ。プララ大王はどうなったんだろう？プララ大王？ロディ夢を見たんじゃない？夢？ロボットは夢を見られないよ。おかしいな。とりあえず横になってみて。本当におかしいな。雲の上ではとっても楽しかったな。ロディは本当に夢を見たのでしょうか？それとも雲の上には本当にプララ大王がいるのでしょうか？よいしょ。魔法の薬1。深い深い山の中に魔法使いのトントンが住んでいます。
そーっと、よし、できた。やっと完成したぞ。なんだか心配だな。心配するな。これを飲めば新品の時計になるはずだよ。飲まなきゃダメかい。僕を信じて飲んでみて。よし。なんだ、車になったじゃないか。あれ、おかしいな。あ、クモの木の実忘れた。まったく、入れ忘れちゃダメだろ。僕がすぐ作り直してあげる。ああ、あんなもの飲まなきゃよかった。さあ、ああこれを入れて、うん、誰だい。遊びに来たよ。よく来たね。さあ、みんな入って。今だ。逃げろ。ちょっと待って、どこ行くの。そんなデタラメな薬をまた飲むもんか。嫌だ。どういうこと。なんでもない。とりあえず中に入ろう。みんなちょっと待ってて、すぐ終わるからね。何してるの。うん、魔法の薬を作っているんだ。魔法の薬。うん、完成だ。これで柱時計を新品に戻してあげられるよ。柱時計、薬を作り直したんだ。飲んでみて。今度は間違いないから。出てこないな。トントン。ん、僕が行ってみる。ありがとう。これを飲ませればいいんだよ。わかった。ロディ、大丈夫かい。もちろん。柱時計、どこにいるんだ。早く出てきて。嫌だ。絶対出ないぞ。そこにいたんだ。うお、びっくりした。見つけた。これ飲んでみて。トントンが作ったんだ。さっきそれを飲んでこうなったのに、また作ったのか。飲むわけないだろ。これは作り直したみたいだから、試して。うん、じゃあ君が先に飲んでみて。僕はダメ。これを飲むと壊れてしまうんだ。ほら見ろ、なんで私だけ飲まなきゃいけないんだよ。わかった。僕が先に飲んでみる。ロディ、大丈夫かしら。さあね。シュッシュポッポー、シュッシュポッポー。蒸気機関車。さあ、乗りたい人いませんか。あ、座るところがないな。ロディ、どうしたんだ。では出発します。シュッシュポッポー、シュッシュポッポー。帰ってきたんだ。ロディはなんであんなことに。魔法の薬を飲んであんな格好になってしまった。ああ、ロディは魔法にかかったんだ。どうしよう。さあ、みんな解いてください。クリクリトントントン、クリクリトントントン。入れよ、レール。レールが現れました。僕は天下無敵の魔法機関車、何も怖くない。どうするの。とりあえず家に戻ろう。機関車になった時は、どうすればいいって。森の中の洞窟にある光の木の実が必要だって。実を取りに行けばいいじゃん。その洞窟の周りはとても危険だよ。僕が行ってくる。僕も行く。クランクラン。君たちだけじゃ危ないよ。僕も行く。私も。みんなの気持ちは分かった。一緒に行こう。光の木の実を探すためにみんなで出発しました。気をつけて行ってらっしゃい。うん、柱時計さん、ロディのことをよろしく。仲間たちが森へ向かいます。これからどんな出来事が待っているのでしょう。よいしょ。魔法の薬に。
霧が晴れてきた。みんな気をつけて。でも本当に綺麗な森だわ。あら？かわいいキノコ。あ、本当だ。それに触っちゃダメだ。うん、誰だお前。うわ、キノコが喋った。侵入者がやってきたな。なに？やっつけてやろう。ルピー、早く逃げて。トント、魔法使って早く何とかしてよ。この森では魔法が効かないんだ。そんな。なんとかしなきゃ。みんな早く逃げて。ここは僕に任せて、いい考えがあるんだ。先に行こう。一人で戦うつもりか。勝てるもんか。お前たち、僕の大好物何かわかる？それはキノコ料理だ。キノコ料理？そう、僕の大好物、クマの肉料理だ。クマの肉料理？クマ、助けてー。洞窟があったよ、入ろう。ここにいたんだ、もっと隠れて。もう大丈夫だよ。無事でよかったわ。誰だお前ら。私たち、僕はポロロです。そして僕の仲間たちです。うん、何しにここに来た。光の木の実を探しに来ました。光の木の実？お前ら、それはここの宝だぞ。ちょっと待ってください。友達が魔法にかかって元に戻すためにはその実が必要なんです。どうかお願いします。ふん、魔法にかかった友達のために必要ですって。どうかお願いしますって。友達のために危険を犯してくるなんて。特別に身を摘み取るチャンスを与えよう。案内してやれ。はい、僕についてきて。お、ここだよ。ついに光の木を見つけました。僕はもう帰るから、あとはみんなで頑張って。ありがとう。ところで、どうやって取りに行こう。うっ、高い。どれ。ダメ、危ないわポロロ。僕が行ってみる。僕は飛べるんだから。気をつけてハリー。これくらい楽勝だよ。こっちにロープを投げてくれたら僕が枝にかけるから。うん、よし、行くぞ。ノディはどう？ずっと走り続けてるんだよ。ちゃんと元の姿に戻せるんだよね。もちろん。よし、さあできたぞ。どうぞ、今度は間違いなく効果があるはずだよ。え？元に戻った。今度はノディだな。ちょっと止まってくださいな。お客さん、お乗りになりますか？はい、でもお金がないので代わりにこれを差し上げます。本当は切符がなければ乗れないけれど、特別に今回だけ乗せてあげます。はい。どうしたんだろう。ローディ、元の姿に戻ったんだ。どういうこと？何かあったの？何も。よかった。トントン。ん？ロディを元の姿に戻してくれて本当にありがとう。いやー、とんでもない。そうだ、これを飲めば新しい時計になるはずなんだ。何？いやだ、どこ行くの？新品にしてあげるってば。ロディが元に戻ってよかったですね。みんな頑張りました。楽しいピクニック。
朝になりました。ポビーの家から何か聞こえてきます。あ、鳩時計ですね。おや、ポビーとハリーはまだ寝ているようです。朝から何？そうだ、ハリー起きて。とっくに起きてるよ。今日ピクニックに行く日でしょ。遅れちゃうよ。みんなきっと待ってるよ。うわ、そうだ。ポビーだ。遅かったじゃないか。ごめん、朝寝坊しちゃって。ところでカメラを持ってきた？しまった、バタバタしてて忘れてきちゃった。ごめん、すぐ持ってくるよ。転ばないように気をつけてね。わかった。私は先に行って食事の支度でもした方がいいわね。僕も先に行って手伝うよ。わかった、僕らはポビーと一緒に行く。ルーピーとロディは食事の支度のため先に出発しました。どこに置いたっけ？ポビー、あ、あそこにあったんだ。あ、そうだ、よいしょ、取れた。うわ、いた。ポビー、大丈夫？大丈夫だよ。うわ、ポビー大変です。ポビーが足を怪我してしまいました。ポビー、ちょっと遅くない？みんな、なんで一人なの？ポビーが怪我しちゃった。うわ、カメラを撮ろうとして台から落ちたんだ。あ、どうしよう。あ、そうだ。ポビー、おかえり、ハリー。僕たちも来たよ。足を怪我したって？大怪我したの？歩けないんだ。ピクニックは君たちだけで行った方がいいと思う。そういうわけにはいかないわ。直してあげる。ペティが？ペティのおかげで随分良くなったけど、これだと歩きづらいかな。そんなことだろうと思って用意したよ。これに乗っていけば歩く必要なんてないだろ。みんなありがとう。さあ出発するぞ。車止まっちゃったよ。エディ、これ大丈夫なの？大丈夫に決まってるだろ。さあ、よし。え？壊れたみたい。の場所に着きました。ちょうど料理が出来上がったところなの。みんなナイスタイミングよ。食べ物なんて、お腹空いた。よし、いただきます。うわー、美味しい。僕も食べたい。あれ、ポビー足は？もう治ったような気がする。まさか仮病じゃないだろうな。違うよ、さっきは本当に痛かったんだから。おいしいパン、クロン全部食べちゃうかも。大変なことがたくさんありましたが、楽しいピクニックですね。よいしょ。風邪っ引きエディ。
ポロロと仲間たちがかくれんぼをしています。どこにいるのかしら。ここなら絶対見つからないぞ。見つけたわ。あとはエディを見つければ終わりね。あそこが怪しいわ。行ってみよう。ここかしら。見つけたわエディ。やったさあ、全員見つけたわ。じゃあ新しい鬼を決めよう。鼻がかゆい。風邪をひいたんじゃない。クランクラン。エディ、もう家に帰った方がいいと思うわ。ポロロたちはエディを家まで送っていきました。横になって休んだ方がいいわ。風邪薬を飲んだ方がいいと思うんだ。風邪薬？風邪薬は苦いんだよ。でも薬飲まないと。かわいそうなエディ。エディ、何を持ってるの？温かい牛乳を持ってきたの。風邪にいいって。どうぞ。ありがとう。うわー、しょっぱい。塩を少し入れてみたの。塩、風に効くらしいわ。ちょっと待って。明日には、きっと治るはずよ。翌朝、仲間たちがお見舞いに来てくれました。みんな来たんだ。塩が足りなかったのかな。よし、ちょっと待って。僕が魔法の風邪薬を作ってあげる。魔法の風邪薬？うん。クリクリトントントン、クリクリトントントン。入れよう魔法の薬。よし、エディ、飲んでみて。ちょっと待って。君のために特別に作ったんだ。前に住むロボットの名前はロン。隣に住むロボットの名前もロン。後ろに住むロボットのロビなんでしょ。そうだ、いい考えがある。絶対飲まない。薬は嫌だ。今度は薬じゃないよ。運動して汗を出すんだよ。運動で汗を。1234 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 1
1234、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 1
どうだい、もう治ったような気がしないかい。うん、治ったような気もするけど、うん、風邪がもっとひどくなったようです。仲間たちはエリーの風邪を治す方法を考えました。そうだ、明日風邪薬と注射器を持ってくるわ。注射だって起きないで、無理しちゃダメよ。エリー、お大事に、お大事に。じゃあね。夕方、みんな家に帰っていきます。じゃあ注射打ってみようかな。いやだ、風邪を治すためにはこれだ。まずは温かいお茶を飲むんだな。次の日も仲間たちがお見舞いに来てくれました。エディ、エディ、お、返事ないね。エディ、エディいないよ。朝からどこに行ったんだろう。どこだろう。エディ、エディ見つけたよ。おはよう、みんな来たんだ。そこにいたんだ。調子はどうだい。風邪ならもう治ったよ。すっかり元気になった。ふっくまだ治ってないじゃない。注射で治るはずよ。いやいや、もう治ったよ。まだ治っていないでしょ。大丈夫だってば。僕もう治ったよ。エディは元気よく走っています。もう大丈夫ですね。雪の日の出来事。
吹雪の中をポロロたちが歩いています。早く家に帰らないと大変です。雪のせいで前が見えない。どこかで休みたいわ。あそこ洞窟があるよ。早く入ろうよ。お、誰か住んでるみたい。お、リンゴだ。お腹空いた。誰だ。俺の家に勝手に入って勝手に食べてる奴は誰だ。雪男だ。俺が一番好きなクラスだ。ごめんなさい。ごめんでは済まないぞ。お前には一生ここで働いてもらう。ごめんなさい。わざとじゃないんです。許してください。許してもらいたい。よし、俺が問題を出すから一つでも当てることができれば許してやろう。しかし全部間違えたら一生家に帰さないぞ。一番目の問題、世界で一番かっこいいのは誰だ。あ、一番かっこいいのはポビーです。え、ポビー、ポビーって誰なんだ。僕がポビーです。そいつが一番かっこいいだと。しかし、どうして一番かっこいいんだ。ポビーはスポーツが上手です。壊れたものも上手に直せます。しかもダンスも上手です。ね、じゃあ踊ってみせろ。みんなおはよう、ご機嫌いかが。やめろ。もう遊ぶ。くだらないな。かっこいい歌とダンスを見せてやる。みんなおはよう、ご機嫌いかが。今日も遊ぼう、かっこいい雪男。どうだ。かっこよくないな。かっこよくないって。では審査員に聞いてみるとしよう。かい。雪男。あの白クマと俺、どっちがかっこいいと思う。雪男。どうだ、世界一かっこいいのはこの俺様だぞ。一番目の問題は、正解だ。そんなのずるいわ。さあ、二番目の問題、世界で一番の力持ちは誰だ。世界で一番の力持ち。僕が一番の力持ちです。正解。世界一の力持ちはこの俺だよ、俺。よいしょ、これは岩も持ち上げられる。よいしょ、僕も持ち上げられます。よし、ほら、見ろ、これを。僕も。よし。そうだ、あの手が、誰が世界で一番の力持ちだと思う。ロボット。雪男。その通り。だから世界で一番の力持ちはこの俺だよ。ありえない。何？なんでもないです。さあ、全部間違えたからこの鳥には一生ここで働いてもらうぞ。待ってください。ハリーの代わりに僕がここに残ります。ポビー。大丈夫だよ、ハリー。そうか、白クマが残ってくれたら嬉しいぞ。ダメです。僕が残りますよ。僕は力持ちなんです。ロディ。僕は大丈夫。まあ、力持ちのロボットもいいの。ダメです。ロディを置いていけません。ここは僕が残ります。いいえ、僕が残ります。みんなでそういうのなら俺が決めてやる。お前らは勝手に洞窟に入ってきて俺の食べ物を食べた。だが、お互いに心配し合う姿に感動した。君たちを許してやろう。これからはみんな仲間だ。仲間たちにはご馳走してあげないと。お腹が空いたろう。さあどうぞ。みんな美味しそうに食べていますね。そろそろ帰る時間です。みんなさようなら。みんなのお互いを思う優しい気持ちのおかげで、ポロロたちは困難を乗り越え、新しい仲間にも出会うことができましたね。不思議な遊び場。
ポロロたちが遊び場に集まっています。僕が鬼だね。10まで数えるよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もういいかい？どこからにしようかな。よし、まずはここから。誰もいないな。どこに隠れてるんだろう。場所変えようかな。その時、強い風が吹きました。見つけた。バレない自信あったのに風が吹いて。次はどこにしようかな。ここに行ってみよう。あら、こっちに来るわ。さらり。みんな隠れろ、探しに行くぞ。上に行ってみよう。ん？ん？何かおかしいぞ。絵が変わったのかな。くすぐったいわ。ルーピー、見つけた。こんなに早く見つかるなんて。さあ、今度はあっちに行こうかな。声出しちゃダメだろ。バレるとこだったよ。バレるところじゃなくてもうバレてるよ。今度はこっちにしよう。いやいや、あっちにしよう。ボビーがポロロとクロンに近づいていきます。こっちに来るぞ、逃げなきゃ。ポロロ、クロン、静かに。ボビーが上がってくるよ。早く逃げなきゃ。私こっちに行くね。よし、僕たちは上行こう。こっちから行ってみようかな。誰もいないな。ポロロ、クロン、見つけたぞ。残りはペティだけだな。どこにいるんだろう。こっちかな。ペティはポビーを避けて素早く逃げました。ここにもいないな。一体どこに隠れてるんだろう。危なかった。あれ、ここ、うわー、綺麗な絵ね。ちょっと休もうかな。ここは、ここはどこでしょう。すごい綺麗。大きな木がこんなにたくさん。こんにちは。ようこそ、ペティ。歓迎するわ。こんにちは、森の木さん。どっちに行けばいいのかな。お花がたくさん咲いてる。行ってみようかな。ペティは葉っぱに飛び降りて、そして再び跳ね上がり、お花畑に到着しました。起きて。かくれんぼ中に寝ちゃダメだろ。クランクラ。私寝ちゃってたの。そうだよ、ずっと探してたんだよ。そう、ごめんね。夢だったのかな。お腹すいた。そろそろ帰ろうよ。そうしようか。楽しかった。あら、これ何？これ何のお花？さっきは気づかなかったわ。それはさっきペティが夢で見たお花でした。みんなは気づいてませんが、ここには綺麗なお花がたくさん咲いています。